はい、皆さんどうもこんにちは、ヒロです。はい、今回はですね、こちらスピニングタックルの優位性について少し話していこうかなと思うんですが、嘘だよ嘘なんだけど、今回は筆についてですね。筆、具体的に言うとブタ毛の優位性について。アクリル絵の具の方たちはですね、この動画でちょっと見てもらうと何かしら参考になるかもしれない。特にアクリルに関しては多分ナイロンとかが出回ってると思うから、このブタ毛を理解することでナイロンとの違いも分かってくるし、違いが分かるとナイロンの出しどころも分かってくるっていうことなんですが、水彩の方はねちょっとね何も参考にならないかもしれない。というか基本的に今回の動画に関しては置いていく。僕が水彩あまりにも何も知らないから全然参考にならないと思う。はい、それでは行きましょう。筆についてです。改めましてヒロアトリエです。前回これやるの忘れちゃったね久々に動画撮ったから前回やるの忘れてた。で、まず筆の構造についてなんだけど、基本的には3つのパートからできてる。毛の部分だね。ヘッドって言われる。ヘッド、頭、この金属の部分。今回はフェルールっていう名前で言うね。英語でフェルールって言うんだけど、日本語でなんて言うのか知らない。で、フェルールっていうのはここの固有名詞ではなくて、いわゆる工具だよね。工具全般、トンカチとかだよね。そういうものの取っ手を金属で補強してることがあるでしょ。あれのことを総称してフェルールって言うんだけど、フェルール、この金属の部分です。そして柄の部分、英語で言うとハンドルだね。柄の部分、この3つのパートからできてる。まずは毛についてなんだけど、基本的には硬い毛と柔らかい毛。硬い毛は、豚毛と、もう一個バジャーっていうものもあったりするんだけど、日本ではほぼ豚毛しか使われてない。で、バジャーっていうのもめんどくさいんだけど、ウォーターバジャーって書いてあったら結構柔らかい筆の方に入る。で、硬い筆に関しては豚毛、柔らかい方は黒点って言われるようなことがよくあるんだけど、例えばコリンスキーとかリスとか、そういったものがいわゆる柔らかい筆。そしてもう一つ別のジャンルに分かれていて、天然のもの、動物の毛だよね。今言った天然の繊維のものと、もう一つは最近出てきた合成繊維でできたもの、ナイロンとか、ちょっと他にもいろいろあるんだけど、今回はナイロンに絞っちゃうわ。そしてもう一つ、植物繊維でできたものも最近出てきてる。海外だと結構手に入るんだけど、日本ではちょっと探したけど見つからなかったんだが、ローズマリーとかでできた植物繊維のものも最近出てき始めてる。で、このフェルールの部分っていうのは金属でできてたりアルミでできてたりいろいろするんだけど、意外と高い筆の方がこのフェルールの金属が重いことが多い。軽ければ軽いほど操作性が上がるっていうわけではなくて、なんて言うんだろうな、高級がある重さって言えばいいんですかねまさに魚釣りの道具とかもそうなんですけど、値段が上がるにつれて軽くはなるんですよ。どん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 軽くなるんですけど、ある一定の値段を超えると逆に道具が重くなっていくんですね。高いものの高級感ある重さって言えばいいんですか。例えば車とかもさ、ドア閉めるときさ、安い車ってバーンって閉まるけどさ、なんか高級車とかってさ、あのバフっていうあの重さがあるでしょ。あの高い重さって言えばいいんですか。それが筆にもある。やっぱりフェルールは高い筆の方がちょっと重い。そして柄の部分だね。ハンドル、木でできた柄の部分、プラスチックでできてたりもするんだけど、これの長さに関してはメーカーによってそれぞれ違う。なんか規定があるわけではない。長かったり短かったりするんだけど、基本的なこの長さに関しては人間の目と画用紙、油だったらキャンバスだよね。その距離感によって、距離が離れているものは長く作られてる、距離が近いものに関しては短く作られてる。だから水彩って座りながらこうやって描くでしょ、基本的には。だから絵が短く作られてることが多い。ただキャンバスっていうのは基本的に垂直に立てて横に描くでしょ。で、長く持つじゃないですか。ちょっと黒い方が見やすいかな。で、絵の端っこ、先端部分持ってこうやって描くでしょ。それは離れたいからなんだ。キャンバスからできる限り一歩でも。絵自体が油の方がでかかったっていうのはあるけどね。全体を見ながら先端を持ってこうやって描くでしょ。だから絵は長い方が便利だった。だからできる限りキャンバスから離れられるからね。だから僕は長い方の絵を好んで使ってるんだけど、だいたい5インチぐらい、20センチちょいぐらい、25センチないぐらいかな、20センチちょいぐらいの長さが一般的だと思う、油に関してはね。で、さらに絵の部分っていうのはこういう細い筆あるでしょ、0号とかそれ以下ぐらいのもので、こういうものを短く持って、あのワンチンとか使ってこうやって描いたり、棒を持ってね、ワンチンとかこうやって持って
こうやって持ってこうやるじゃないですか、書くじゃないですか、壁に当てて。こういう時に持ってる時にさ、一瞬ちょっと筆回したりするでしょ、こうやって。特に意味もなく、まあ鉛筆で字書いてる時もそうかもしれないけど、特に意味もなくちょっと回すじゃないですか。この時に高い筆の方がこの柄の部分のバランスがぴっちりしてるから、回した時にこう常にしっくりくる。安物はなんか軸ずれを感じるらしい、すごい人たちはね。僕は一切感じたことない何その絵の軸ずれってって思ってるんだけど、その回して描いた時にすごい細密描写してる人たちはなんかこう絵の軸ずれを感じるらしい、安物に関してはね。そんな感じかな。だから絵は安いものとショートのものとロングのもの両方出てると思う。で、僕はロングの方が好きなんだけど、できる限り長く持ちたいからね。僕手短いんですよ、手短いから距離が取れないいや本当に全然違うんだ。3センチでも長い方がいいと思ってるから、少しでも長く持ちたいから。はい、筆の構造3つのパートに関してはそんな感じですね。で、こっからがブタ毛の話になるんだけど、なぜブタ毛が圧倒的に優れているのか、ナイロンじゃ全く足元にも及ばないのか。まず1つ目は、動物の毛には毛並みがあるということ。動物の毛っていうのはある一つの方向性を持ってるんだ。こんな感じ、どっちかに曲がってるのね。ある一方向に曲がってる、方向性があるんです。だからその方向性、その毛が曲がった状態を利用して、毛先が向いている方向を全て中央に向くように、全て中央に向くように配置されてるんだ。こうぐるーっと一周全部先端に向くように配置してある。だから筆っていうのはこんな先端が揃ってるのね。これは変になんか糊とかつけて強制的に先端を揃えているわけじゃなくて、そもそも揃うように配置されてるんだ。それがまず一つ目。ナイロンは全てまっすぐだから、なんていうの、すぐこう毛がボンバっちゃうって言えばいいのいや、まあできるんだろうけどね、できるんだろうけど、多分それなりにコストがかかるんだと思う。動物の毛は天然でそうなってるから。そして二つ目はですね、実は豚の毛は先端が枝毛になってる。よく見れば皆さんが持っている豚毛も簡単に確認できるんだけど、先端が2本3本に分かれてるんですね、天然で。で、そうなった時に先端がゴワゴワするじゃないですか。で、そのできた隙間が油や絵の具をすくいやすくしてくれてるんですね。すごくこう、なんていうの、油とか絵の具が噛みつきやすいというか、その隙間に入っていきやすいですよね、先端がよりゴワゴワしてるから。これ見えるかな、わかる、これ枝毛になってんの、先端こうちょっと飛び出しちゃってる部分、これ枝毛になってるんですよ、先端。使っちゃってるあの筆は割と そこが削れちゃって確認できないかもしれないけど、中の方とかはちゃんとなってる、削れてない部分はね。だから絵の具や油がすくいやすいっていうことで、3つ目、これも油や絵の具がすくいやすいっていう理由の一つになるんだけど、動物の毛には常にキューティクルがあるっていうこと。ナイロンにはない、ナイロンはツルツルだから。だからそのキューティクルがやっぱり油や絵の具をすごくすくいやすい、噛みつきがいい。だからたくさんドロッとつけてキャンバスに載せることができる。とにかく絵の具の拾いやすさに関して、もう天然で毛並みがあるから先端が揃いやすくて、天然でそもそも枝毛になってて、さらに天然でキューティクルがある、この3つが合成繊維、ナイロンでは遠くを呼ばない圧倒的ブタ毛の優位性なんですね。で、僕ちょっと前ナイロン実はおすすめしてたんですよ。で、それがなんでかというと、今のブタ毛とナイロンの違いっていうのを理解するとナイロンの出しどころもちょっと見えてくる。で、これナイロンなんだけど、ちょっと先端ボンバっちゃってるけど、このボンバーの直し方もちょっと後で説明するね。簡単な直す方法があるので。で、さっき言ったように、ナイロンは毛並みがないから先端があっちこっち飛びやすいっていうこと、そして先端が枝毛になってないから絵の具や油がつかめない、そしてキューティクルもない、同じ結果だよね、油や絵の具をつかみづらいっていうこと。これは現代のナイロンね、現代の合成繊維でできた筆ね、多分どん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 進化していくと思うよ。ブタ毛を超えていくとは思うけど、現時点ではナイロンはブタ毛に遠く及ばない。ただそのつかみづらさ、絵の具や油のつかみづらさっていうのがある一つの部分でメリットになってくることがある。それは小さい部分を描くとき、この筆が0号なんだけど、こっちがブタ毛の0号ね。安物でごめんね高いの使うと全然操作性は違うかもしれない。ただ小さい筆を使う以上、小さい部分描きたいって時だよね。その時に絵の具をすくってキャンバスに乗せる時に、筆の先端に絵の具が乗りすぎて、その小さい部分に多くの絵の具が乗っちゃうことありませんか。本当は
チョンってやった後にちょっと周りをこう操作したかっただけなのに、絵の具がその小さい部分に多く乗りすぎちゃうっていうこと、これがブタ毛では発生しやすい、絵の具を乗せすぎちゃうっていう時、その時に活躍するのがナイロン。なぜなら油と絵の具をすくいづらいからです。もちろんちゃんとすくえるよ、ちゃんとすくえる、すくえないってことはないんだけど、ブタ毛に比べるとね、ブタ毛に比べると少しすくいづらいかなっていう感じ。まあ使えばマジでわかると思う、このすくいづらさっていうのが。ただものすごく細かい部分、例えば1平方センチメートルとか、まあでもでかいか、 0.5 平方センチメートル、例えばこの目の二重の部分とかをちょっとちょろちょろっといじりたいときに絵の具を乗せすぎない、そしてつけすぎない、ここにナイロンのメリットがあると僕は思ってる。だからもしナイロンの筆ちょっと買ってみようかなって思っている方は、0号とか2号とか4号、まあ一番太くても4号かな、それ以上の筆っていうのは正直あんま買う意味はないと思う。これ8号ね、親指根ぐらい。8号とかになってくると結局広いスペースじゃん、ある程度ね。だったらまあたくさん拾って、たくさんゴチゴチ作ってった方が早いよね、その方が。ナイロンで少量でコントロールするっていう意味があんまりないと思う。だからナイロン試したいっていう方は0号2号ぐらい、まあ太くても4号までの筆を買って、細かい部分で試してみると意外と機能するかもしれない。油や絵の具のつかみづらさがね、逆に機能するっていう場面があると思う。はい、そんな感じかな。それがブタ毛の優位性だと思う。でこっからあの筆がボンバーしちゃった時の直し方なんだけど、まず散らかっちゃったもの、まあこれかなり散らかってるね、まあ小さくて見えないかもしれないけど、まずお湯を用意します。お湯を用意して、まあ100度でも80度でも好きなお湯を用意してください。でその中につけてシャバシャバするのね。ただこの時に気をつけてほしいのが、水につけていいのはフェルールのここら辺までです。ここつけないで、このさあデコボコしてる部分あるでしょ、絵とフェルールがくっついてるのがここなんだけど、ここに接着剤がついてるのね。絵って絵の部分ってフェルールの中まで入っていってないんだ。実は絵の部分ってここら辺で止まっちゃってるのね、中身。これ取れちゃったんだけど、こんぐらいまでしか入ってないんだ。だからこのデコボコしている部分はお湯の中につけないでほしい。なぜかというと、熱のせいで接着剤が緩む可能性がある。たまにさ、こうさ、フェルール緩んでるものない？まあこれはあの、まあ、大量生産だから、それは大量に買ってれば1本2本ぐらい外れ引くよっていうのもあるんだけど、実は洗った後の保存の仕方によってこの接着剤が緩んでる自分のせいの可能性もあるから、まあそれもちょっとすぐ今から言うことに入ってくるんだけど、とにかくこのデコボコの部分が接着剤だから、ここはつけないでほしい、お湯の中に。で30秒から1分ぐらいシャバシャバしたら、だいぶ元の、動物の毛並みの方向が戻ってきてるはず、だいぶね、この時点で。そしたら軽く水気を拭き取って、固形の石鹸あるでしょ、あのプシュっていうハンドソープみたいな、あれじゃダメよ、固形の石鹸用意して、泡を立てる目的ではなく筆にこう塗りたくっていくのね。この時に筆のこう形を整えながら、なんて言うんだろうな、ワックスをつけていくような気持ちで固形の石鹸をこう塗っていく、泡立てる目的ではなく塗っていく。そして石鹸、固形の石鹸がくっついたまま 2,3 時間放置してください。その時に立てないで寝かしてください。できれば最高なのは吊るすっていうこと、毛を下にしてね、毛を下にして吊るすってことなんだけど、寝かした、まあ寝かすが一番楽かな。で数時間後にちゃんと水洗いするとかなり戻ってることが多い。これでこの方法で戻らなかったらもう基本的に戻んないって思っていいや。そんな感じかな。はい。でさっきのフェルールの緩みみたいな話にもつながってくるんだけど、洗い方についてなんだけど、まあ普通に固形石鹸でこう洗っていくよね。固形石鹸で洗っていった時に、この筆の中に入ってる絵の具をどう落としていくかなんだけど、要はフェルールと毛の部分の中に絵の具がどん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 入っていっちゃうことが多いから、それをどう取り除くかっていう話なんだけど、ちょっとあんまよく見えないかもしれないけど、自分が影になった方がいいか、こうあるでしょ。で石鹸塗りたくって、こういう風に持ってこうね、見づらいかな、こうの方が見やすいかな。でこうやって押すようにやると、この中からめっちゃ絵の具が出てくるんだ。絵の具とペインティングオイルが、こうね、グリ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 、元、この元の部分、根元の部分をこう回す感じ。あんまり強くやると筆が折れちゃうから、折れるっていうか
毛が曲がっちゃうって言えばいいな。あんまり強くやっちゃダメだよ。弱くこう回していくと、このフェルールの中からどん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 ペインティングオイルとかが出てくるから、それが出てこなくなるまで優しく強くやるとたくさん出てくる。これが基本的な筆の洗い方ね。すごくよく言われていることなんだけど、しっかり流し切った後にこうやって乾かさないで、垂直で乾かしちゃダメ。まあ難しいけど、これが100点、寝かすが80点、縦に立てる、毛を上にして立てるって、これ0点です。それがなんでかっていうと、基本的にペインティングオイルとか、まあ、洗浄剤みたいなものに関してもそうなんだけど、 100% 全部落ちるっていうことはないんですよ。絶対にちょっと残るのね。毛が上を向いて立てておくと、そういった残留物がどん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 フェルールの中に入ってっちゃうんですね。ゆっくりだけど、少量だけどね。でその少量なものがこの金具のこのつなぎ目の部分に溜まっていくと、どん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 接着剤が緩んでいくっていう可能性がある。その洗浄剤だったり、ペインティングオイルの残りカス、まあペトロールとかだよね。そういった類のものが少しずつ溶剤を溶かしちゃう。溶剤じゃねえや、接着剤を溶かしちゃう。だからフェルールが緩んでいって外れちゃうことがある。これは大量生産の外れを引いたっていうパターンもあるけど、自分が接着剤を緩ませてる可能性もあるから。まあ僕はほぼほぼ垂直に置いちゃうけどね。筆安いのしか使わないから。そんな感じかな。以上になります。圧倒的ブタ毛の優位性と、それを理解した上でのナイロンの出しどころっていう話でしたね。ではまたって言いそうになったんだけど、あのね、ちょっとね、あの今回動画これで止まると思います。あの多分だいぶ上がんないと思う。いや、あなたそもそも1ヶ月に1本も動画上げてないですよねって話なんですが、多分結構止まる半年以上止まるかもしれない。いや、ちょっと分かんないんだけど、まあ、YouTube1 年半ぐらいやったのかな。で1000人いかなかったね。いや、いかんかった。難しいわ、難しい、やっぱり。まあこっからはもう筆の話じゃないから全然落ちてもらっても構わないんだけど、実はちょっとブログを始めてみようかなと思っていまして、まあ、まだ何もやってないんだけど、ブログの方で知識を書いていこうかなと思ってるんですね。あの例えばデンマンロスとか、まああれもリズムの話なんだけどね、ほぼほぼデザインとかリズムの話で、色に関してはそんなに出てこなかったんだけど、まあ色に関しても出てくるんですが、まあセオリーオブピュアデザインって言ってるぐらいなんで。で、あともう一つ言ってたブルース・ブロックのザ・ビジュアル・ストーリー、この辺もまとめてブログに書いていこうかなとか思ってるんですよね。いや、どうなるかわかんないけど、いやまあね、ある程度予想してたことではあるんですが、あの、ね、登録者が増えるにつれてね、やっぱり結構ね辛辣なコメントが来るんですよ。ちょこちょこ増えてきたんですね。魚釣りやってる YouTube の方と知り合いになって、でその方にもまあいろいろ聞いたりしてたんですけど、その方は昔からブログやってたんですね、釣りの。全然プロの方じゃないですよ。ブログやってて、で YouTube もやり始めたっていう感じなんですけど、知識をまとめて自分でいろんなとこからインプットして知識をまとめてブログで公表すると、まあいわゆる辛辣なコメントは一切来ないんですね。ただ全く同じ内容を YouTube で発表すると、要は動画で発表するとなんか調子の女的なコメントが来るらしいんですよ、一定数。なんか文字媒体だと OK なんだけど、まあ、YouTube で動画媒体だとムカつくと思う人が一定数いるみたいなんですよ。まあそれが 100% の原因ではないんですけど、まあ、ブログ書いた方がじゃあ楽かなっていうか、だってそもそも撮る必要も喋る必要もないしね。自分が作った台本のようなものをそのまま載せちゃえばいいだけだから、まあ、圧倒的に楽なんですよ、ブログの方が絶対。まあ、カメラの機材もそうだし、光もそうだし、まあ、ほとんど僕は何もやってないけどあと動画編集のソフトとかもね、いろいろ準備しなきゃいけないのに対して、まあ、ほぼ何もないでしょ。まあ初期の準備はいろいろブログも大変だとは思うけど、まあ、そっちでちょっとやってみようかなと思ったり、いや分かんないけどね、まだ分かんないけど、でも間違いなく動画は止まると思う、これで。いや、やめないよ、またやり始めると思うけど、まあだから、あの登録してくれた人たち本当ありがとうね、結構楽しかったわ1年半ぐらいかな。だからもう切っちゃっても大丈夫ですよ、多分本当に半年とか上がんないと思うから。で多分一度登録してくれた人たちって、多分僕がまた再開したらどうせおすすめに勝手に上がってくるでしょそれでなんか見て、あ、また違うこと始めたんだっていうので面白かったら登録して。だから一応僕の中で第一期終了ということで、1年半ぐらいでしたがね。いやー、1000人いかなかったな、いかなかった。いや、すげえわ本当に、みんな全然かなわんわ。そうだね、そういった技術的な部分もそうだし、あと美術のおすすめの本とかね、
なんか紹介していけたらなと思います。で、あの目の描き方ってやったでしょ、僕中級者編みたいなので、あの時にあの動画から登録してくれた方って結構多いんだ。でその後僕一切解剖学系のことやってないんだけど、ちょっとこの本だけ紹介しちゃうね。あの目の描き方中級者編みたいなので面白いなと思ってもらった方はこれ読んだ方がいいですね。ゲイリー・フェイジンさんの顔の微妙な表情を描く。でこれ最近出た本じゃないです、昔から使われてる本です。でこれに関してはある程度顔が描けるっていうのは大前提です。顔の描き方の本じゃない、表情の描き方の本だから、顔の解剖学に関してはもう別にどんな本買っても大丈夫だよ。基本的にちゃんと載ってるから全部。あんま薄っぺらい本はやめた方がいいと思う。ちゃんと分厚い本で芸用解剖の本を買った方がいいと思う。一番最強なのは日本語で出てるのはゴットフリード・バメスっていう人の美術解剖学。英語版だと、まあ、ペックとかブリッジマンとか名前忘れたわ。あのダイナミックヘッズの人、ダイナミックドローイングヘッズの人、なんだっけ、ダメだ思い出せないんだけど、まあ、その辺を見ていただいて、さらにもう一歩進みたい場合は絶対これ読んだ方がいいと思う。中すごい量あるから、目の描き方じゃねえや目の作り方とか、何かを見てる目っていうのはちょっと寄り目になる、そして何も見てない目っていうのはちょっと目が開くみたいなことを言ったと思うんだけど、よく肖像画でこう皆さんと目が合ってる肖像画ありますよね。あの時にもちょっと寄り目にすると親近感のある顔になります。あなたに興味がありますよっていう顔になるんですね。ただこの時に黒目をちょっとだけ開いてあげると、まあそんなこと僕今できないけど、目が合ってる状態だとしてもちょっとだけ目を開いてあげると、なんかめんどくさそうな顔、あんまりあなたに興味がない、早く終わんないかな的な顔になるっていうのとかも全部載ってます。ある一つのポスターとか、あとはロートレックとか、いろんな人のデッサンが載ってたりとか、これなんかめっちゃ面白かった。見えるかなこれ。ある映画のポスターかなんかで、まあ若い10代の男の子女の子がキスしようとしてる瞬間なんだけど、瞬間のポスターなんだけど、女の子の顔がさ、ちょっと嫌そうでしょこの顔、女の子の方の顔ね、ちょっと嫌がってない？この原因がどこにあるのかとか、なんでこの顔がそんなに嫌そうな顔になってるのか、まあこれはもちろん意図してそういう風に作ったわけじゃないよ、これ恋人同士だからね。で、すげえ簡単に説明すると鼻の横の影なんだ。ちょ、もういいかここ小鼻の横の影、ここに強烈な影を作っちゃうと、これって嫌悪のマークなんですよ。まあちょっと眉毛とか動いちゃうけど、ここにシワが集中することが嫌悪のマークになるんですね。だから光が当たってる方向とか、構造上ここに強い影が入っちゃったとしても基本的には無視した方がいいとか、嫌悪の表情になっちゃうから、ここに強い影が入ると上唇がちょっと持ち上がるって言えばいいんですかね、ちょっとそういう表情になってるかどうかわかんないけどそういうのとかも全部載ってる。基本的に顔に関してみんな喋ってることっていうのは大体このゲイリー・フェイジンさんです。ちなみにこの人の生物画すごいですよ。生物画見た方がいい人物画じゃないんかいって思うよね。人物画じゃないんかいって僕も思ったけど、生物画マジすげえからこの人。でこの本の中にも出てくるんだけど、もう一つかなり科学寄りの本、美術とはそんなに関係ないんだけど、顔のいわゆるマイクロエクスプレッションっていうのを研究した人がいるのね。ちょっと前かなり炎上しちゃったあのメンタリスト DAIGO さんいるでしょ。あの人もババ抜きの時によく使ってた、人の顔を読む微妙な口の動きとか、そういった部分でなんかいろいろ読み取るみたいなのの第一人者がポール・エクマンっていう人なのね。ポール・エクマン博士、別に全然ご存命の方、全然生きてる。その人が顔に関してのいろんな本を出してて、で確か、僕が読んだ本は顔は口ほどに嘘をつくっていう本なんだけど、それもかなり面白かった。読み物としてね、美術とは直接関係ないんだけど、あの顔系に関してはあのかなりおすすめ図書、絶対読んだ方がいいと思う。ポール・エクマンの、顔は口ほどに嘘をつく。でその本にさ、あのこの本を読んだ後に人の顔をジロジロ見ちゃう可能性があるから
まずはサングラスを買おうって書いてあってでも女性の方が得意らしいですね。他人の顔から何か雰囲気や表情を読んだりとか、こいつ嘘ついてんなみたいなのとか、そういうのを読むのは女性の方が圧倒的に能力が高いらしいですね。でかつ表情を作るのも女性の方が上手いらしいですよ。なんかこの人嫌だなと思いながらもあんま嫌な顔しないっていう表情を作るのも上手いらしいですね。はい、この中にも結構ね喋りたい部分があったんですけど、まあこれ読めば基本的に大丈夫、全部書いてあるから、まあ、こういうのもねブログでちょっとずつやっていこうかなとは思ってるんですが、はい、そんな感じかな。美術団体とかね、日展の話もちょっとしたかったんですけど、日展の黒い部分とかねちょっと知ってるので喋りたかったんですが、美術団体のシステムとかもね、まあ、あと美術のおすすめの本でいうと、まあ、辻信夫先生だったりとか、これは日本画の話だけどね、あと西洋画の評論家でいうと滝先生ですよ、滝定蔵先生。あの人が出してる本も本音半分とか、画家と画商、日動画廊編とかいろいろあるんだけど、滝先生の本もかなり面白いです、おすすめ図書っていう感じかな。はい、また雑談会が長くなりましたが、ちょっとね半年ぐらい止まると思います。以上、ブタ毛の圧倒的優位性についてとナイロンの出しどころについてでした。では皆さん、いつかどこかでバイバイ。